はい、では続いてはこちらからわんこそばのご説明をさせていただきます。本日はあずまやへご来店いただきまして誠にありがとうございます。ではお手元にございます黒い蓋のついたこちらのお椀の中に特級地のものが味のついたそばをどんどん入れてまいります。最初の1杯目はそのままで召し上がっていただいて、2杯目からはお好きなお薬味と一緒にどうぞ召し上がりください。わんこそばは15杯でかけそば1杯分となってますので、はい、まずはこちらを目指して頑張ってみてください。召し上がっていきますとお椀の中におつゆがたまりますので、たまったおつゆは、まあ、こちらのおけですね、固いおけの方にお願いいたします。そしてわんこそばの方お腹がいっぱいになりますので、その時は最後蓋を閉じていただいて終了となります。以上でわんこそばのご説明を終わります。はい、じゃあ召し上がるご準備できたら、マスクを外していただいてご準備の方お願いいたします。はい、いらっしゃいませ。スマップちゃんの手伝もらいます。じゃあお椀の方しっかり持っていただいて、お給仕私の方にちょっとねお椀向けてからもう、はい、もういっちゃっていいですか、これ。はい、いっぱい持っていた方からどうぞ召し上がりください。はい、いただきます。はい、ちょっと待って。
でかい口取られてるけど、トクさん103台行くんですよ。これが、これだから30、32、お客様60杯ですね、こちらで、はい、やっと平均60ってとこですね。こっから何杯いけるかって話ですよね。タケさん止まってんの、あれ抜いた、タケさんのこと。おい、お腹で一人になってしまいました。俺ら朝飯食ってあったからね。そうそうそう。ゆっくりでいいですからね。130杯いくんですよね。男ですよ。はい。あ、福田さん、あとカツ丼かなんか頼みます？いらないっすね。いらない？はい。出たから。はい、じゃあ今日水分取るとダメですよ。そうですね、水分取ると多分お腹にいっぱいいろんなこと
100いってくんねえとバズんねえですよ。あとどんなもん、あと10杯ぐらいですか。さっきなんか調子こいて300杯生きるって言ってませんでした。最初1、2杯の頃、今もうぐったりしてますよ。じゃあ僕もください。今の心境をお願いします。やばい。この今の気持ちを誰に伝えたいですか。誰に。浦田ですか、サチですか。俺との戦いですね。はい、落ちてかない。それ飲み込んでないからでしょ。飲み込めない。あまり気にしないでください。冷たいお茶のほかは、この後ちょっと箱言ってもらう。仕事ですね。お仕事ですか。倒れないようにしてくださいね。はい、こちらもお願いします。はい、お預かりいたします。お茶飲み。お茶うまいね。いや、あんま飲まない方がいい。そうした。あんまり飲まない。飲めない。飲めない。92。92。92ですね。お茶うま。お茶うま。お茶うま。蓋しないのが悪い。うん、の方に隠されて、どうしたの、まさきみたいな顔してますね。ちょっとカメラ映んない。この後はあれでしょ、冷麺のロケも残ってんでしょ。冷麺も行く。名前ですか。頑張り数えない方がいいかもしれないです。7、97、あと3ですね。ですね、やっぱ朝飯食っちゃダメなんですね。そうですね。本当知らなかった。福田さんって朝ごはん見えてる。ああ、ドーピングですね。その一本の飲み込みまで入ってた。蓋しなかったら次持ってきちゃって、次の人たち呼んできてもらっていいですか。15杯持って。ちょっと厳しいかな。あと1人前ぐらいでなかな。口がお蕎麦がいっぱいです。これ食べてではお客様100人になりますので頑張ってくださいね。限界までね、追い詰められてから何杯いける。あとはね、この夏みかんの上にかかっているのが御前粉といって、お蕎麦の穴からできております。おでちょっとお砂糖も加えているので甘い感じになっております。これは食レポお願いしていいですか。飲み込んだ。まだ飲み込んでなかった。デザート、はい、証明書に
気にいたしますのでお願いいたします。ダメだよね。出る。出ないよね。うまい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 。お名前かけますか。いいですか。お名前していいですか。あの福さんで。はい。56です。はい、ありがとうございます。お名前いかがですか？竹村レボリューション。竹は普通の竹に、普通の村ですね。竹書いて、レボリューション。レボリューションですね。ミータンパパ、21歳だったら。立候補するんですけど。みちこ、いやどうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。これ YouTube に上げても大丈夫ですか？大丈夫です。顔映ってるから大丈夫ですか？大丈夫です。あ、ありがとうございます。映り慣れしてますね。ですね、こういうの慣れてるので大丈夫です。なんだ気使っちゃったよ。ちょっと聞いてもらってもいいですか？失礼しました。失礼しました。そう、200回ぐらいやってますね。慣れてます。はい。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。100杯食べたっていう証拠見して、証を見せてもらっていいですか？やっぱこれ、これですね。100杯食べないともらえない感じです。はい、あ、確かに。はい。福さん、100杯達成。すげえですね。上の女の子も苦戦してましたもんね。苦戦しましたね。手形が欲しいって言ってましたね。はい、手形手に入れました。苦労して。はい。まあ。それは所詮ね、証です。そうですね、やっぱ選ばれたものしか、はい、頑張ったものにしかね、頑張ったものにしか手に入らない。そうですね。あ、お願いします。は？100です。は？今あの いい話しましたね。32頑張ったものしか32で、はい、もらえない。これ32杯でも買えばもらえるんですよ。買えば、はい、買ったんすかこれ。買いましたよ、550円払った。これはいいっすよ、はい、俺もって一人ついてるよ。おとなしくなる。女の子に買えるって教えた方がいいんじゃないですか。ちょっと買われる人多いんです。これは不正じゃないんですか？大丈夫ですよ、ね、はい、ほら、ですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もらいました、もらいました。すごいね、やっぱり。大丈夫ですか？出る。俺ら無理なくゲットしてんで、手形。こっち思いっきり無理して手形です。そうです、ね、出る出る。じゃあ出したから。48から68のモリタルの果実募集しております。私たちはいいわ、悪いわね、ありがとね、これからもよろしくね。もりたての果実のいいところ、そういうことにしておけばこれから先もいい感じ。地も誰かが不安だったら助けてあげる。
話だぜ。世の中が少し見えだぜ。おひたての果実のいいところ、そういうことにして大きな角度を変えた、またいい感じ。少しぐらいは不安だってば、これが私の生きる道。心私たちはいい感じ。悪いわね、ありがとうね、これからもよろしくね。まだまだここからがいいところ、最後までいていてね、くれぐれも邪魔しないでね。大きな手の果実のいいところ、そういうことにしておけばこれから先も、さようなら。チャンネル登録よろしくね。